ただ目から、知事の定例会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。本日の発表項目については2つですが、その前に先ほど本部会議をいたしましたので、その概要だけ報告をさせていただきます。現在の大阪の感染状況ですけれども、これは本当に府民の皆さん、事業者の皆さんのご協力で大きな感染の山を抑えて、感染者数自体はステージ2というような状況にあるという状況です。これはなんとか今感染の急拡大を抑えられているという状況にあると思います。ただ一方で感染拡大、再拡大の兆候、これが明らかに見られる状況になっています。新規感染者数がこの1週間平均を見ても 1.15 倍と、そして特に若い世代の方の感染者が増えてくると、その後大きな波になりやすいわけですけれども、20代30代の方の新規陽性者数の前日比較と、1週間比較ということについては 1.2 倍から 1.3 倍と増加傾向にあります。加えてこの町の人出のデータというのを常に取っているわけですけれども、だいたいこのデータと感染者数が非常に比例する関係にあります。緊急事態宣言が解除され、そしてまん延防止措置が延長されている今の現状においてですね、この特に繁華街を中心とした人出については3月にほぼ近い状況になってきていると。そして変異株デルタ株、感染力の強いデルタ株が徐々に置き換わっていっていると、非常に感染急拡大の可能性が高い状況になりつつあり、また現実に感染再拡大の兆候が見られます。これが今の大阪の現状です。専門家の意見を踏まえましても、明らかに感染者については増加のステージに入っていると、トレンドに入っていると、あとはこれをいかに急拡大させないかがポイントだというのが専門家の意見でもあり、僕自身もそのように今評価をしています。またこの7月中旬から下旬は昨年第2波が到来した時期でもあります。夏休みにも入って人の動きが大きく動く時期でもありますから、この7月中旬から下旬にかけて、また8月上旬までは非常に感染リスク拡大、急拡大のリスクが高いという状況にあるというのが一つ、つまり話をまとめますと、感染再拡大の明らかな兆候がもうあると、そして感染者の増加のトレンドに入っているというのが1点、そしてちなみに大阪市だけで見ると新規感染者数はステージ3の状況に今なったところであります。また特に今現時点でですね、注意というか現時点で重要なポイントとして、高齢者の皆さんへのワクチン接種です。これにつきましては、市町村の皆さん、市町村で本当にこの人口の多い大阪でありますけれども、しっかりワクチン接種を取り組まれててですね、高齢者のワクチン接種については目標通り7月末までに2回のワクチン接種がおおむね完了する予定になっています。この高齢者のワクチン接種2回の接種の完了がおおむねあと3週間7月いっぱいで終了いたします。この間に大きな感染の山を作らないということが非常に重要だと思っています。もちろん抗体が生まれるまでに約1週間から2週間と言われてますので、8月の上旬に入るかと思いますが、ただそれでも順次進めていかれてますから、2回の高齢者のワクチン接種が今まさに佳境を迎えているというこの時期に感染の急拡大を起こさないということが非常に重要だと思ってます。今回のワクチンの有効率は非常に高いです。重症化を抑える率は 90% を超えています。非常に高いこのワクチンの効果がもう少しで高齢者に対しても出てくるというような状況でありますから、まさにこの7月今月いっぱいまでについては、感染対策についてやはりしっかり取り組むべき時期、そして大きな山をなんとか起こさない時期だと、起こさせないように努力すべき時期だというふうに思っています。そういった観点、この2つの観点から国に対してまん延防止等重点措置の延長を要請するという
判断をいたしました。でこれにつきましては先ほどの本部会議で決定をいたしましたので、国に正式にもう要請文をお出しをいたしました。今後最終的に決定されるのは国になりますので、明日にかけて国において判断されるということになろうかと思いますが、大阪府の考え方としては話をまとめて、そして方向性を決めて国にお伝えをしているという状況です。また先ほどの会議で大阪モデルについても修正を大きく修正をいたしました。この間国の指標、当初大阪モデルを作成したときは国の指標も何もない状態から作成をいたしましたが、現在においては国においてステージ指標というのがもうすでに確立されています。ステージ4、ステージ3、ステージ2ということで確立をされていますので、このステージ指標を参考にしながら、そこと標則を合わせながら、さらに大阪独自の考え方として重症病床の使用率、実質的な重症病床の使用率、これを加味した新たな大阪モデルについて先ほどの本部会議で決定をいたしました。ちなみに現状は病床使用率についても黄色の信号がつく状況でありますが、まん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言が行われているときはその本部会議で決定するとしてまして、現状は赤をつけるということを決定しているところであります。これが先ほどの本部会議で決定した大枠です。で本日の発表事項について説明させていただきます。まず2つでして、1つ目です。新型コロナについて後遺症についての相談の受付を開始をいたします。大阪コロナ重症センター、大阪新型コロナの受診相談センター、これは保険証ですけれども、7月8日の明日木曜日から治療、コロナの治療や療養後に、呼吸苦であったり、あるいは味覚嗅覚の異常、また脱毛と、さまざまな後遺症と思われる症状が出ている方が多くいらっしゃいます。この後遺症が出ているという府民の皆さんからの相談を受け付けいたします。そして情報提供するとともにアドバイスを行うとともに、必要であれば医療機関を紹介いたします。後遺症の受診可能な医療機関を相談すると、そういう事業を開始します。まずコロナ治療を終えて後遺症に悩む府民の皆さんから電話相談を受け付けます。24時間対応で受け付けます。新型コロナ受診相談センターにこちらにお電話をいただければと思います。でそこでですね、まず電話による相談対応します。後遺症の症状に関する相談アドバイス等を受け付けます。そして医療機関を受診する必要があると判断された場合には、そのまずはかかりつけ医さんがいらっしゃる場合はかかりつけ医さんですけど、かかりつけ医さんがいない場合については、適切な診療科、病院についてアドバイスをさせていただきます。これについて後遺症の受診可能医療機関として70の医療機関がこの事業に参画をしていただきました。受診可能な医療機関数として現在で70機関があります。これは将来増やしていきたいと思います。現時点で70の医療機関があって、さまざまな診療科があります。代表的な症状としては、発熱、倦怠感、気分の落ち込み、思考力の低下、それから息苦しさ、咳、そして脱毛、味覚嗅覚障害等が後遺症という形でずっとなかなか抜けないという方がいらっしゃるというふうにも聞いています。でここについて受診可能な医療機関を相談いたします。で大阪府のもう一つの役割として、今国研究機関がこのコロナにおける後遺症というのはどうなっているのかということを研究されている医療機関がありますので、その調査結果の情報を収集して、そしてこの受診医療機関にフィードバックしていく、医療機関向けのセミナーを実施すると、そしてそのレベルを高めていきたいと思っています。後遺症に悩む府民の皆さんにつかれましては、ここの受診相談センターを通じて、さまざまな医療機関もございますので、案内をしていきたい、アドバイスをしていきたいというふうに思っています。次お願いします。2つ目です。コロナ禍における困難、課題を抱える女性の皆さんの支援についてです。まずこのコロナ禍において特に女性の就労、雇用、収入の問題、あるいは社会とのつながりの
希薄化等さまざまな面で影響を及ぼしているということが顕在しています。これは男性よりも女性の方が率が高いということはすでにいろんな調査で見えてきているところでもあります。だからそこに対する支援をしていきましょうということです。まず雇用についてですけれども、男性については 0.4%、 14万人の減ですが、女性については 0.6%、 17万人減と減の幅が非常に大きいという形になっています。それから収入の影響ですけれども、収入が減ったあるいはなくなった、この調査についても女性は 31%、 男性は 25% ということで女性の方が多いと。また人間関係であったり社会との交流あるいは親の生活支援、子どもの育児あるいは将来全般について調査しても男性よりも女性の方がその不安が非常に増している数字が明らかになっています。そういった観点からこの女性のコロナ禍で厳しい状況になっている女性の皆さんを支えるという支援を行います。情報提供、それから相談事業、そして交流事業、これに非常に高いニーズがあるということも出ています。まず仕事や生活面、家庭に不安がある場合の適切な相談先を教えてもらいたいというニーズ、それが 57%、 そしてメールとか SNS を通じた相談をやらせてもらいたい、必要だというのが 42%、 そして同じ悩みを持つ人同士が交流できる場が必要だということが 40%、 それぞれ高いニーズがありますので、このニーズに合わせた対策を打っていきます。次お願いします。ドーンセンターを活用して対応していきたいと思います。ドーンセンターで困難を抱える課題を抱える女性に対する支援事業を実施をいたします。まず情報相談室の設置ということでカウンセラーを常設いたします。カウンセラーが適切なアドバイス等をここで実施をしていきます。そしてここで交流の場作りということでカウンセラーがコーディネートしていきますが、同じ悩みとか同じ不安を抱える方同士が交流できる場をここで作っていきます。それから生活用品等の提供ということでカウンセラーが必要に応じて生活用品等を提供します。就職面接用のスーツであったり衣類、カバン、小物等であったり、あるいは化粧品とか生理用品等、そういったものについて生活用品の無償の提供をさせていただきます。でこの生活用品等については府と包括連携をしています。企業の皆さんからこの事業の趣旨に賛同して提供いただいた協賛品がありますので、その協賛品を提供させていただきます。で事業の開始ですけれども、令和3年の7月14日から開始をいたします。曜日ですが火曜日から金曜日までは午後1時から午後6時まで、土日祝日については朝の10時から夜の夕方の6時まで行います。で事前予約は不要です。当然利用料、参加料費も無料です。ここが一つのポイントもなってまして、通常こういった事業は事前の予約が必要になるんですけど、もう予約はなしにします。フラットですね、こう気軽に立ち寄っていただけたらと思います。一人で悩むことなくですね、ドーンセンターに来館いただければもう予約もなく、そこにカウンセラーが常駐をしてますので対応させていただけます。お悩みのある方はぜひご来館いただけたらと思います。で実施場所ですけど、ドーンセンターの2階です。こちらが電話番号になります。またこれは現在専門家カウンセラーが対応いたしますが、SNS での相談もやってもらいたいということでチャットの相談も受け付けてます。これは相談日第2第3火曜日午前10時から午後8時、第1第4土曜日午前10時から午後6時ということで、SNS で そのチャット相談、リアルタイムのチャット相談もやっていますので、こちらの方もご活用いただけたらと思います。で僕からは以上です。地域課の説明は以上でございます。それではご質問をお受けいたしますが、先ほど開催しました新型コロナ対策本部会議での議論やその中身、決定内容に関する質問も含めまして、先ほど冒頭に知事からご説明がありました本部会議の中身につきましても含めて幅広に質問していただければと思います。すべてお受けいたしますので、こちらの方で私の方で指名させていただきますので、順次指名させていただきますので挙手の上、ご発言をお願いしたいと思います。それではどうぞ。幹事社、すみません。産経新聞の吉君と申します。
先ほどの発表の中にあった後遺症の相談について意義や狙いについてお伺いできますでしょうか。はい、新型コロナウイルスって後遺症があるんではないのというのはこれはさまざまなところでも取り上げられてますし、実際にその後遺症についての研究も行われてます。どうもそれがあるのではないかということで、専門家による分析もされているところです。現状データ見ましても入院者のうち、6ヶ月後でも3割以上の方が何らかの症状を抱えておられるという報告もあります。つまりコロナが、コロナとしてはもう人にうつすような状況ではなくなったけれども、ただ後遺症が残ると、何か後遺症のような症状が起きるということは現実の事象としてこれはもうあるんだろうというふうに思っています。またそういう相談が非常に多いです。ですのでこの相談に適切に対応する医療機関、相談の場所が必要だというふうに判断をいたしました。ですのでまずはこの24時間対応の保健所新型コロナ受診相談センターに後遺症の件でお電話していただければ、そこでまず適切にアドバイス相談をに応じさせていただきたいと思っています。また医療機関を紹介いたしますので、ちょっと行き先がないと、後遺症あるんだけどかかりつけ医もないよと、かかりつけ医があればかかりつけ医に相談をまずしていただけたらと思います。でどうしてもかかりつけ医がいない方もたくさん世の中いらっしゃいますから、どこに行ったらいいかわからないと、コロナの後遺症相談科みたいなのは普通病にはありませんので、どこに行ったらいいかわからないという相談もやっぱり多かったので、これについては高校70の医療機関にご協力をいただけることが決まりましたから、医療機関も具体的に相談紹介をしていきます。ですので保健所から医療機関を紹介しますから、医療機関もしっかり対応していただけるというふうに思っています。後遺症で悩むこの新型コロナの治療は終わった方だけど後遺症の症状があって悩んでおられる方は、ぜひご相談をいただけたらと思います。ちょっと、別の質問になるんですけども、先ほど対策本部会議で大阪モデルの見直しというものを発表されたと思うんですけれども、改めてこの修正の狙いについてお伺いできますでしょうか。はい、まず大阪モデルを作ってから、当時作った当時は国も何の指標もない状況の中で、何の基準もない状況の中で作りました。そしてこの間ですね、波も何度か経験をし、そして国においてもさまざまな指標がこう作られるということになりました。ステージ4、ステージ3、新規陽性者の数、人口当たりの数、さまざま病床の使用率が何パーセントか、そういったことを専門家が会議を重ねて基準作りをしていき、そして今ではステージ4においては病床使用率が 50% 以上とか、いろいろ出てるわけです。新規感染者数については314人以上とか、大阪で引き直すと、そういった基準が数値が出ているので、そこを参考にしながら大阪モデルの赤信号、黄色信号、緑信号についても、そこと、まずはある程度標色を合わせていくということが一つと、もう一つはやはりそれだけではなかなか計り知れないリスクというところもやっぱりあります。特に重症病床の使用率についてはそうです。重症病床ってどうしても最後逼迫しますし、それから重症病床って何なのっていう定義がちょっと国と自治体で違うところもあります。国の場合は HCU をこう入れたりしてですね、少し幅広に取っているところがありますが、東京都もそうですし大阪府もそうですけど、現実に重症者っていうのはその ICU にいる方とか、人工呼吸器つけておられる方とか、それの対するじゃあ重症ベッド現実いくらあんのっていうことについて、非常にその実態に即したものが必要だということで、重症病床使用率っていうのは大阪では重症のベッドについてもそういった形でカウントして、医療実態に合わせたものを作ってます。国の ステージ基準に合わせて大阪独自のそういった指標を組み込んだ形で、緑黄色赤ということのこの指標を作ってですね、府民の皆さんに今どこの状態にいるのかっていうのをお知らせをして、リスクコミュニケーションを図っていきたい、リスクの共有を図っていきたいと
というふうに思っています。だからこれまでの経験を踏まえてバージョンアップしたということです。対策本部会議の中で藤井部長と最後その重症病床使用率の分母について議論を交わされたと思うんですけれども、その点最終決定どうなったのかというのが今一つ分かりづらかったんですが、その点ちょっと確認できますでしょうか。はい、最終決定についてはモデル見直しの資料の通りになりました。ですので、重症病床の使用率の分母については250床をベースにします。そして、まず黄色の基準がつくのはそれが 20% 以上、そして、非常事態の赤がつくのは 60% 以上、分母については250床です。ここはさまざまな意見はあるかと思います。もともと大阪モデルを作っている時の重症病床の確保病床数224床でしたから、224床ベースに 60% とかいろいろ作ってたわけですけども、現在の重症病床は390床、倍近く確保しています。ただそのじゃあ基準となる分母というのは390でなくて250でやるべきだと、これは医療界からもやっぱりそういう大きな声も届いているということが一つと、やはりその他の医療に制限を加えない範囲での重症病床というのは医療界の評価としてはやっぱり250床ということなので、じゃあその250床をベースにして何パーセントかと、60% を超えればこれはもう赤信号ですねと、20% を超えたら黄色信号をつけましょうと、まあ、そういうことですので、重症病床については分母は250床をベース、一般医療にこうダメージを与えない通常医療に制限を加えない範囲の250床ということをベースにこの大阪府としての独自使用大阪モデルの医療提供体制については考えていきたいと思っています。ただそれいろんな考え方ありますから、今の病床が390床に対して何パーセント使っているのとか、そういったいろんな数字はどんどん情報公開していきましょうということで、ホームページ上にはいろんなこうデータは公表していくと。ただ大阪モデルの数字としたら250床を分母として扱うということに決定をしました。すいません、最後にもう1点だけ昨日 の幹部会議の中で、マンボウを延長すべきだという考えを知事ご自身示されたと思うんですけれども、知事がご自身でそのマンボウ延長必要と決断されたのはいつでどのような決断があったんでしょうか。やはりこの新規の感染の状況がどうしてもこう増加傾向にある、つまり再拡大の傾向にあると、その予兆が見られるということ、それは非常にまず一つ目の大きなポイントです。で、それ何がどうなのというと、見張り番指標なんです。見張り番指標って4日連続20代30代の7日平均の前日増加比が1を超えるのが4日連続続けば見張り番指標を点灯するという基準を作っています。これはもう前から作っている基準で、それが点灯するとその後感染再拡大大きな波になる可能性があるということを見張り番指標として作って今も公表しています。で、実はこの間見張り番指標がつきかけたポイントが2回あってですね、もうこれはつくだろうという3日連続で4日目でギリギリつからなかったということが1回あって、その後また3日連続あって4日目がギリギリつかなかったのが先週の日曜日で、実はもうそれつくだろうと準備はしておったんですが、1人の差でつきませんでした。もう1人20代30代新規陽性者があればもう見張り番指標がつくということの状況でも準備をしておったわけですけども、それがつかない、まあ、おそらくもうキンキンつくこと、つくようになると思います。今日の感染者数を見てもそうだし、キンキンつきます。なので、それを見たときに、まあ、これは感染拡大傾向に入っていると警戒しなければならないと思うのが一つと、もう一つはやはり今日の会議でも申し上げましたけども、非常に感染の再拡大の条件が整っているということです。これから兆候が見られるだけじゃなくて、もうデルタ株がもうすでに徐々に増えてきている、
3月の状況と非常に似てるんです。今デルタ株、3月の時は英国株でしたけども、今回はデルタ株、より感染力が強いと言われる株がすでに大阪に入って市中感染がもう見られていると。これは今度置き換わりますから、あの人の行動とこれが重なると一気に感染が増えてきます。まさに4月に起きたことが、あのいつ起きてもおかしくないという状況が今大阪で起きていると。そして人で人流についても3月の頃とほぼ同じ人流になっていると、もう非常に状況としては似ていると。去年はあの7月に第2波が起きたと、非常にあのリスクの高い時期でもあると。まあ、夏休みに入って人の動きが大きく増えてきます。まあ、そういったことを考えると、その感染再拡大のリスクが極めて高い、プラスもうすでにあのその兆候が見られるということがまず1点と、でもう一つはやはりあの7月末までにあの高齢者のワクチン接種がおおむね完了すると、そうすると抗体ができますから、あの高齢者があのその抗体ができるというのはあの僕はかなり大きなポイントだと思ってるんですけど、その時までにあの感染急拡大をなんとか起こさせない努力をすると、まあ、起きるかもしれません。これはあのいつ起きるか分かりません。明日から200、300、600、800、1000ってなるかも分かりません。これは分かりませんけれども、できるだけそうさせないようにするあの努力をする必要がある時期だと。で、まあ、一度抗体がついたらかなりの期間抗体は持つというふうにも言われてますので、この時期にあの感染を急拡大させないようにすべきだというのを、まあ、あの日曜日ぐらいですかね、あのにはそういう思いをまあ強く、して、うん、あのまあ、松井市長とも相談をしました。最初松井市長もあのその考え方に賛同してもらえたので、もう大きな方向性としてはそれでいこうということは頭にあって、昨日 の、まあ、あの内部会議でも、これはやはり延長すべきではないかということを会議の、まあ、僕の考え方を示して、まあ、そこで幹部のメンバーもあのそれでいきましょうということになったということです。だからその2つですね、現実にも感染拡大の兆候、僕は増加ステージに入っていると思ってるんですけど、もうそこにあるということと、時期的な要素と、そして高齢者のワクチン接種、これを考えたときに、なんとか大きな波を起こさせないようにするために、このまん延防止の延長というのが必要ではないかと考えたのが、考えたということです。すみません、松井さんとは対面でご相談されたんですか？いや、電話です。じゃあ次の方、じゃあ真ん中。読売テレビの小木です。マンボウの延長を国に要請したということですけれども、府内の飲食店などに対する時短などの要請はそのまま継続するお考えなのか、それとも見直しが必要だと考えていらっしゃいますか？まん延防止を延長要請するということに、ということの意味は、やはりその府内の特に飲食店の皆さん、今夜8時まで、そしてお酒は7時までお願いしている、これをちょっと申し訳ないけども、この時間を継続してくださいという意味だと、その意味が非常に強いというふうに思っています。なのでこの時短のこの、時間をこのまん延防止期間中、措置対象地域外 の町村部を除いてこう変更するということは考えてはないです。まあ、それゆえにまん延防止の要請をしたと。でまん延防止の要請をしない解除となれば、これは他の地域でも見られますけれども、それが時間が伸びてくるということになるんだろうと。現時点で僕はまん延防止はそういうその点についての理解をしています。で今後まずまん延防止重点措置の延長がされるかどうかは国が判断されるので、まだちょっとこれは分かりません。で仮にこの延長された場合についての、措置内容の質問だと思うんですけども、その時、まあ、これは基本的対処方針がどうなるか分からないので、今の段階では何ともこれは国とも協議をしながら今進めてますとしか言えませんけども、僕自身としてはゴールドステッカーをこうしっかり取得申請して感染対策を取ってくれてる店については、原則今2人としているところについては原則4人以内にすると、今の対処方針で認められてますけども4人以内にするということ、ただ時間については
申し訳ないけれども7時8時というのが今の対処方針にもありますし、それが適切だというふうに思ってますので、この7月いっぱいまで、期間が8月に入るかも分かりませんが、今回のまん延防止期間中についてはお願いをしたい、そこで感染の急拡大を防ぐことにご協力をお願いしたいという考え方です。でその世の、大規模商業施設の時短等についてはこれ基本的対象者もちょっとどうなるかわからないので、今の段階でなかなかここでちょっとお伝えすることは難しいというふうに思ってますし、僕自身の考え方としてもちょっとそこについては基本的対処方針を踏まえた上で判断したいというふうに思ってます。でさっきの飲食店のところについても基本的対処方針がどうなるかでちょっと変わるところがあるので確定案ではありません。どう考えますかというご質問なので僕の考え方を今お伝えをしました。でも基本的対処方針はこれは国が最後定めていきますので、いろいろお聞きしているとこのお酒の部分をどうするかと、酒類の提供を自粛を強めるべきではないかとかいろんな議論もあるとも聞いてますから、そういった意味で基本的対処方針は今確定してませんので、次の分についてはちょっとそこは今後その変動によっては変わりうるところが出てくるかもしれませんが、僕自身は今のまん延防止でやっている措置、それを継続をもう申し訳ないけども、この感染の再急拡大を防ぐためにも兆候が見られている今の現状、また高齢者のワクチン接種もうすぐ終わるので、その間ちょっとご協力を何とかお願いしますと。ただその今2人というところについては4人にしたいというふうに思っています。あとエリアに関して言いますと、例えば市内に限定するとかそういうこともされないですかね。現時点では考えてはいません。ただその基本的対処方針がどうなるかということもやっぱりまだ見えないので、ちょっと最終決定ではありませんが、現時点で対象該当するのは市町と 10町村、で33市が基本的には対象になるというふうには思っています。ただちょっとここも基本的対処方針がどういう対処方針なのかわからないので、今の対処方針をベースにして、お伝えするとそういう考え方です。後遺症の相談センターに関してなんですけれども、これを今やられるというのはやはり4波が、終わっては今いないと思うんですけれども、4波の後に後遺症に関する相談がかなり増えたということが背景にあるんですかね。そうですね、4波も踏まえてにはなりますけれども、そもそも後遺症についてはさまざまなところでご意見もあって、これは議会でもご意見もありました。いろんなところからの相談もあり、後遺症がに対する相談の対応をこれやるべきじゃないかというのはやっぱり声が上がってましたので、今回、この受診可能な医療機関70機関のご協力を得られることができましたので、システムとしてこれまでも相談はある意味受け付けてたんですけども、こうやって事業として、きちんと構築してやろうということです。第4波で急にというわけではないとは思いますけどね。今現状でですね、保健所のヒアリングベースでいくと、旧保健所の合計で月約200件ぐらい、正確なデータはありませんけれども、そういう相談が後遺症に関する電話相談も寄せられているというふうに聞いてます。ですので、やはりこれを見ても、もちろん第4波で非常に多くの方、5万人の方が新規陽性になりましたので、陽性者、そこの治療を終えられた方の数も当然増えているし、これどのぐらい増えたかちょっと今僕の手元では分かりませんが、この後遺症の相談は非常に多いというのも聞いてましたから、で今申し上げた通り現状でいくと旧保健所の合計で月約200件ぐらい来てますので、きちんとした制度を構築しようということで制度を構築したということです。ありがとうございます。の方、はい、じゃあ読売新聞。読売新聞の太田です。発表事項の同音センターでの女性の支援なんですけども、コロナ禍で苦しんでいる女性の支援をされるということなんですが、知事として期待されていることとですね、それから府内で苦しんでいる女性の方に何か呼びかけなどがあればお願いします。一人で悩みを抱えずにですね、どんどん相談をしていただきたいと思います。もちろんプライベートの情報は守りますし、予約も不要なので、行き先がなく困ったという方については、どんな相談でもこのコロナ禍に関する相談は受け付けます。で専門のカウンセラーがいて、
きちんと秘密も守りますし、適切に対応していきたいと専任で設置をいたします。ぜひですね、もうお気軽に相談をいただきたい。こう悩まずに、悩みを抱えずにですね、お一人で抱えずに相談をいただきたいと思います。まあ、そういった意味でできるだけハードルを下げたいという理由で予約もなしにしました。通常は事前予約のための電話のボタンを押すというところから始まるんですけど、もうそれもなしにしましたので、もうフラッとその大阪城公園の横にある道温センターに立ち寄っていただければ対応いたしますので、そこで同じ悩みを抱える方と交流をされたり、あるいはその解決策についてカウンセラーが相談を受け付けますので、一人で抱えずに気軽に相談をいただけたらと思います。まあ、コロナ禍で収入の面、それから生活の面でさまざま課題困難を抱える女性の方たくさんいらっしゃいます。決してお一人だけでは、自分だけではありませんので、同じ悩み抱える方もたくさんいらっしゃるので、特別なことと思わずにお気軽に相談いただけたらと思います。あと、まん延防止等重点措置の、今回延長に関してなんですけども、東京都の方ではですね、まん延防止の延長に合わせて酒類提供の、原則禁止という対策も検討されているようなんですけども、大阪府ではですね、そこまでの対策強化というのが必要とお考えでしょうか。今後の感染拡大状況によってはそれは当然ありえるとは思いますけれども、現時点において、酒類提供を今停止するということはないというふうに思っています。これもある意味、この感染者数がここまで抑えられてて、病床の使用率もステージ2の状況になっていると、普通にいけばこれはもうまん延防止解除じゃないのというご主張される方もこれは当然出てくると、それも当たり前の意見としてあると思います。ただその中でも私先ほど申し上げた理由で延長すると、これはやっぱり事業者の皆さんの協力があってこんだけ感染を抑えられているので、その結果抑えられている以上ですね、ゴールドステッカーを取得するような感染対策を徹底しているお店については、極力事業営業の制約をかけたくないという思いがありますから、今の時点で、この酒類の提供を禁止をするということは考えてはいません。もちろんこの数字がステージ4のような数字になってきたときには対策を取らなければならない時期というのは出てくるかも分かりませんが、現時点ではそうは思っていません。ただじゃあもうまん延防止こんな普通解除じゃないのという意見もあると思うんですが、そこについては先ほど申し上げた理由で、この延長にご理解と、そしてまたご協力がないとこれは結局成り立たないので、ご協力をお願いしたいと思います。ちょっと確認なんですけども、知事一つワクチン接種の完了ということを挙げられていたと思いますけども、まん延防止等重点措置延長するとしたら期間としては7月いっぱいまでが望ましいというのをお考えでしょうか。僕はこれまでも3週間からだいたい1ヶ月というふうに申し上げる機会が多かったと思いますけども、やはり今回も3週間から1ヶ月が適切だろうと思ってます。2回目の接種終了という意味だけで見れば3週間、これで約7月11日からですから7月末になってほぼ終了するという形になります。ただワクチンは2回接種してから1週間から2週間で抗体ができるというふうにも聞いてますので、そういった意味ではその期間も考えて合わせればやっぱ3週間から1ヶ月、これが適切ではないかと思います。ここについては最後は国において判断されることになるだろうと思っています。最後に1点だけ、すみません、今週から、関西国際空港の方にでも、五輪選手団の入国が相次いでくると思いますけども、ウガンダ選手団の件を受けて組織委員会とか政府によって対策は改善されたとですね、知事としては思うのか、それともまた不十分な点があればですね、そこの点があればご指摘いただければと思います。ウガンダの事例もあってですね、これ 100% 完璧ではないとは思いますが、やっぱり対策として改善されたというふうに思っています。直前期ですでに選手が入ってきている中で、その選手が陽性として判明したというなんか先行事例として起きたわけですけども、このオリンピック開始直前の状況の中でですね、やはりもっと制度をより改善しようよということで、この対策を改められたということはやはり一定プラスの意味があったのではないかというふうには思っています。今後オリンピックがこれから本格化するに向けて、この
入国される方の対策等、これについては、まあ、5者協議の中でしっかりやっぱり対策を取ってもらいたいと、そのバブルの対策というのもしっかりやってもらいたいと思います。まあ、僕自身がやはり警戒するより警戒すべきだなと思っているのは、バブルの外側の方が僕は警戒すべきだというふうに思っています。7月の後半には連休も入ります、始まります、4連休ですよね。4連休が7月の下旬にありますし、それからオリンピックも始まるということで、やはりオリンピックが始まれば非常に僕も日の丸を背負っている選手を応援したいし、応援しますし、非常に興奮する機会もやっぱり出てくると、まあ、その中でですね、非日常のような状況にやっぱりなるということになると思います。でその時に、できるだけお祭り騒ぎにしない、本当はオリンピックは最低なわけですけれども、今回はそのバブルの外側でできるだけお祭り騒ぎにしない、ということが非常に重要ではないかと思ってます。入国される方より日本人の人口の方が圧倒的に多いわけですから、大都市部の人口の方が圧倒的に多いわけですから、そう考えた時にはいろんなところで日本日本とか言いながらこう酒飲む機会がガンガン増えてくると、これはそこで感染が広がるリスクの方が僕は圧倒的に高いんじゃないかと思っています。スタジアムの中というよりはやっぱり外、バブルの外の方が僕はやっぱりリスクを警戒しなければならないと思っていますので、これから始まる入国についてはきちんとその5者協議で決められた国の協議の中で対応していただければというふうに思っています。ですか。そしたら次の方、じゃあすいません、毎日新聞、すいません、毎日新聞の石川と申します。まん延防止措置のですね、延長に関しまして、今回京阪神、ごめんなさい、阪神間でですね、他県兵庫とか京都とですね、何らかの協議をされて足並みを揃えるような協議されたのか、また他の自治体の反応どんな状況だったのかについて可能な範囲でお願いします。兵庫京都については常に情報共有と意見交換をさせていただきながら進めてきました。でまず、大阪としてまん延防止の重点措置を延長を要請しますということ もうこれは事前に兵庫京都にはお伝えをしています。で兵庫京都両府県はやはりその感染状況も違いますから、その中でそのまん延防止の延長を要請することはないというようなご意見も聞いています。じゃあそれ大阪が延長要請して京都兵庫でちょっと足並みがちょっと違うことになるんだけれども、それはやっぱり感染状況も違うし、ここは判断が違ってもそこは情報も共有しながら今後共に進めていきましょうということを常に情報共有はさせてもらってます。ですのでそういった意味で今回のまん延防止の延長を要請するかしないかについては少し判断は違うということにはなりますけれども、それが違うことも共有をしていますので、しっかり連携して対応していきたいと思っています。大阪府の方から報告されたときに、京都や兵庫には同じようにまん延防止措置を延長しましょうというふうに何か話を持ちかけられたわけではないという理解でいいんでしょうか。それを持ちかけたわけではありません。それぞれやっぱり兵庫も京都も新規感染者数と含めても皆さんも日々発表されているのを見ると非常にかなり抑え込んでいる状況にもあるので、全然状況もやっぱり違うと思いますから、大阪も大阪のこれまでの数字としては抑え込んでいる数字なわけですけども、やっぱり全くそれぞれのエリアの状況というのがあるので、お互いが何かこれを常にこっちのことで共有しましょうというよりは、ここはもう情報を共有しながらそれぞれが判断するということをしているということです。そのこと自体も共有はしています。先ほど酒類提供について大阪府 その知事のお考えというのをお聞かせいただいたんですけれども、このあたり次の対処方針でどんな文言になってくるかによってまた大阪府の対応も変わってくるとは思うんですが、国の方にも大阪府の考え方というかですね、そのあたりお酒の提供については緩和できるような措置が取れるような対処方針にしてほしいとかですね、そのあたり調整されているのか、お考え国に伝えられているのかお聞かせください。まず昨日西村大臣と直接話をさせていただきました。で昨晩話をさせていただきまして、今僕が今日この会見で言ったようなことをこうぐっとまとめたような話で方針をお伝えをしました。
正式には今日の本部会議で決定するということは当然前提ですけれども、今自身の僕自身の知事としての考え方はこういうことを考えてますということはお伝えをしてしました。西村大臣からもこのその考え方については了解したというふうに聞いていただいてます。ただ具体的にどういう基本的対処方針になるかどうかっていうのは今の時点でもまだ正確に決まっているわけではないと思いますので、何とも言えないですけれども、その種類についても先ほど僕が申し上げた通りの7時8時で継続お願いしたいという話はいたしました。最後1点すみません、大阪モデルの数字についてなんですけれども、今日複数の委員からですね、赤信号の点灯基準について、40% がいいんじゃないか、 50% の方がいいんじゃないかということで、60% の数字設定について懸念もありましたけれども、最終的に 60% に落ち着いたということで、この懸念に対する直接の答えはですね、結局あまり低くしてしまうと赤信号が灯りやすくなって逆にこう効力を失うとか、その辺のお考えがあってのことなのかですね、この一部もっと数字を下げるべきだという声に対する直接の回答としてはどんな回答になるんでしょうか。結局はその医療のキャパシティに対してそれを超えないようにするということが非常に重要なので、そういった観点からするとこの 60% という数字は前回と同じ数字なわけですが、もう今分母が変わってます。当時224床ですけど今390床まで重症病床は、これはいろんなそうなってくるとかなり一般医療も制限しなきゃいけないような状況になってきますが、ただコロナの病床としては確保している病床は明らかに増えている、つまり医療のキャパは増えているので、本来同じ 60% でも数字の病床数は本来変わるはずですけれども、それはやっぱりやめましょうということで250床をベースに 60% にした。だから前回と 60% の意味内容が違うというふうに思っています。そしてその赤信号をつけるというのはまさにその医療が非常事態に達するということですから、そういった点ではあまり早くこうつけすぎるとですね、これはリスクを共有するリスクコミュニケーションにやっぱりこれなってこないので、本当にこれは危険なんですよという時にやっぱりつけるべきじゃないと、狼が来たみたいになってはよくないですから、本当に危険な状態っていつなのっていうことをやっぱり考えなきゃいけない、そういった時に分母は250床とした上で 60% と判断したということです。でこれは医療をつけるということは加えて社会生活制限、仕事、そういった皆さんの制約をお願いすることにもつながってきますので、何の制約もなければ見張り番指標みたいにかなり初期につける段階であれば全然そこはいいわけですけど、そこは医療の皆さんはやっぱり医療の現場で本当に活躍をして命を救う活動をしていただいています。一方でそういった仕事ができなくなる皆さんのこのデメリットというのを我々も一緒に受けているわけなので、そういった観点からすると本当に医療の逼迫というのはどこなのかというふうに考えたときに、分母は250のままにして、そしてこの 60% とするのがリスクを共有するという意味では適切だと判断したということです。これは聞くのは医療従事者の医療の専門家でも適切だという方もいらっしゃいます。医師会長の重松会長は、まだまだだとおっしゃいますけれども、一方でその経済の専門家にも入ってないので、いわゆる経済で通常の事業を行って制限される方の皆さんの意見はやっぱり聞いてないから、そこの意見も我々が考えた上で、じゃあ医療の本当の逼迫のところってのはどうなんだろうということを考えた、赤信号をつけるべきタイミングはどこなんだろうと考えたときに、60% にしたということです。それから現行については70% 以上ですから、224床の 70% ということで、それはさらに 60% という意味でより引き下げて、リスクとしては強く評価をしていると。そして分母も224床から現在390床を実際に確保していますので、そういった意味ではリスクもきちんと評価しながら、この社会全体のことを考えて判断をしたということだと思います。わかりました、ありがとうございます。じゃあ次の方、すいません、じゃあ NHK、
すみません、NHK の佐藤と申します。先ほどまん延防止の関係でもし延長となった場合に知事のお考えとして飲食店の人数制限を2人から4人にというの酒の提供の場面であったと思うんですけれども、この4人にされるというのはなぜ4人というのをお考えはありますでしょうか。まずここも基本的対処方針が大きく変われば難しいかも分かりませんが、今の基本的対処方針をベースとして考えたときに、現在のまん延防止で認められる人数としたら4人以下で、そして一定の感染対策を取っていると、4要件を取っているところというのが基本的対処方針になります。でこの4要件のところは我々ゴールドステッカーにしてかなり厳しい感染対策をお願いしていますので、そもそもここで感染対策を徹底的にお願いしますということをまず一つお願いする条件とした上で、人数については今の基本的対処方針で示されているこれはもう専門家の意見も踏まえて判断されたと思いますので、そこに少し緩和をするということにはなるんだというふうに思っています。その2人から4人にというのは飲食店の負担などを考えてということになるんでしょうか。もちろんそうです。飲食店というのは本来自由に営業できるはずですから、その自由な営業を制限して感染対策に協力してくださいというのをやってますので、原則自由なはずで、例外として制限をお願いしていっている、その例外の範囲をどこまで取るかというのを考えたときに、今回2人まででお願いして、この間の大きなリバウンドはなんとか防げていると、で減少傾向をなんとか維持できていると、これはでも2人ですから、皆さんが例えばそのお店の対象の立場に立って考えてもらったら分かると思うんですけれども、やっぱ4人のお客さんとかを断らなきゃいかん、お酒を提供断らなきゃいかん、非常に本当にしんどいと思います。そういった意味では2人から4人にして、そこは少し営業ができるように、お酒が出せるタイミングもできる増えるようにですね、それは基本的対処方針で認められた範囲内でやるというふうに考えたということです。ありがとうございました。はい、少しは次の方、すいません、朝日新聞さん。朝日新聞の寺尾と申します。先ほど西村大臣とは昨日お話しされたとのことでしたが、昨日のそのいつ頃お話しされたのかということと、あと、国の方から当初首都圏は解除という話が出ていましたが、大阪に関しても解除を考えているということを国から言われていたかどうか教えてください。昨晩の7時ぐらいかな、夜7時ぐらいだったと思いますけども、そのぐらいです。で報道ではいろいろされてましたけれども、直接何かその大阪はもう解除ですとかいうのは聞いたことはないです。でむしろ大阪としてどういう意見をお持ちですかっていうのを問い合わせを受けてたというのが実態に近い、これは実務方を通じて問い合わせを受けてたというのが大阪府の考え方を教えてもらいたいという、問い合わせを受けてたというのが実態に近いのかなというふうに思います。皆さんはいろんなところから情報を収集して外す方針とか報道されてますが、実態としたらそっちの方です。で僕自身が特定の方から直接そういう大阪外しますとか外す考え方ですとかっていうのを聞いたことは一度もないです。で西村大臣から話し合った時も大阪府としての考え方を教えてほしいっていう知事の考え方を教えてほしいということだったので、明日本部会議は正式に開いて決めますけど、こういうふうに考えてますということをお伝えして、西村大臣からも分かりましたと、これ国でも大阪の評価はちょっと専門家で賛否いろいろ分かれてるみたいなんですけれども、知事の考え方よく分かりましたんで、また国としてもしっかり検討して、情報共有しながらやっていきましょうという、そういうやり取りをしたということです。ありがとうございます。あともう1点、死亡率が3波を上回っていると思うんですが、その受け止めも教えてください。はい、やはり死亡率が高いということについては本当に残念だと思いますし、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りを申し上げます。やはりその感染者数が多く、また高齢者の方にこの特に施設に感染する場合も多くあったということで、そのお亡くなりになる率もやはり高くなってし、ると高くなったということだと思います。できるだけ早くですね、今後さまざま高齢者施設に対してのこのクラスター対策、今すでに始めてますけれども、クラスター対策を強化するとともにですね、
できるだけ早く、まあ、ずいぶんワクチンはもう進んでますけども、ワクチン接種を広めていくということで、なんとか一人でもお亡くなりになる方を減らしていきたいと思っています。ワクチンに関しては先ほど7月末には高齢者2回目終えられるということでしたが、知事の中では特に今遅れているとかそういった認識はございませんか？僕自身は今の段階で特に遅れていると、大きく遅れているという認識はないです。でここについては自治体にさまざま意見を聴取をしてますけれども、何か予定より多く遅れているというところはほとんど出てないというふうに思っています。もちろんVRS の登録がきちんと反映あれがもう全てと思っている方がいるんですけど、それはやっぱりちょっと間違いで、 VRS 自身の登録と実際に接種しているここのタイムラグが非常に出ている市町村も多くあります。そこがタイムラグがほとんどないところもあるんですけど、多く出ているところもある。ほとんどないところはだいたい医療機関がそのまま登録しているところはあまり出てこないです。ただ医療機関は接種に注力してもらって、その予診票なんかを全部ひとまとめにして役所で登録するという事務を取っているパターンのところは VRS との時間の差が結構出てます。特に大阪市についてはこの間1ヶ月に1回やろうということで、まずはどんどん接種してもらおうと、お医者さんには接種をやってもらって、その事務をやるよりは接種のスピードを上げていこうというので、その方針の下でどんどん接種を増やしていったというふうにも聞いてます。で現実今は1700のある個別医療機関、接種機関がそれだけ多くあるわけですけれども、そこで医療機関で登録しているのは約1割と聞いてますから、約 90% はそこでまだ登録はしていないと。1ヶ月に1回ということで、これについて、もう今はその方針を改め、別の1週間に1回にしましょうということで、1週間に1回集めてどんどん登録するということになって、それが7月の中旬ぐらいから反映されると聞いてますので、7月の中旬ぐらいから一挙に VRS 上の登録は増えてくるんだろうというふうに思っています。逆に言うと今はその大阪市の個別接種分、人口270万人の大阪市の部分が反映されてませんから、まあ、そういった意味で VRS 上は少なくは見えますが、実態としたら大阪市にいろいろ聞いても、この個別高齢者接種の2回目おおむね7月末でも完了するというふうに報告を受けてますので、実態としたらほぼ予定通りおおむね終了するというふうに思ってます。よろしいですか？じゃあ次の方、じゃあ日日さん、すいません。すいません、大阪日日新聞の山本です。先ほどの対策本部会議の中で若い世代の方でありますとか夜の街関連が少しずつ目立ち始めているというふうなことがあったかと思うんですけれども、今後こうした感染を抑えていくというふうな部分で東京都の医師会の方で繁華街の歌舞伎町の方で抗原検査の実証実験というふうな動きがあったというふうにも聞いてるんですけれども、府の方では昨年の7月に知事も視察に行かれたPCR のバスを使った取り組みというのがあったんですが、こういった繁華街での抗原検査というのは府の方で何か参考になるという部分がありましたら伺えますでしょうか？この点についてはすでに大阪の繁華街で場所は非公表ですけど、ちょうど南と北の間ぐらいのところで繁華街でPCR 検査場、その専用の検査場を作ってますので、それは今も稼働してますから検査は充実、これについては大阪府としてはかなり進んでやってきているところだと思ってます。それだけじゃなくて、今回ゴールドステッカー導入するときも一緒に導入しましたが、飲食店スマホ検査センターを作りましたので、飲食店関係の人はいつでも保健所や病院に行くことなくスマホだけで検査できる仕組みを作りましたから、そういったものをどんどん利用してもらいたいと思います。ちょっと形は違いこそすれですね、そういう飲食店スマホ検査センターもそうだし、南にある検査センターもそうですけれども、そういった検査センターを若い人
を中心にですね、ぜひどんどん活用してもらいたいと思います。それから大学なんかに協力してもらって、同じようにあれ抗原検査だったと思いますけども、やりました。ちょっとなかなかその無差別無症状の人を検査してもなかなかキャッチしにくいというのは僕は実はあるのかなとは思ってます。なのでそれの無差別無症状の人をどんどん検査することによって、陽性者をキャッチするっていうのはちょっと難しいのではないかなとは思ってます。でもできるだけ検査を広げていきたいというので、大阪はもう多い時は2万件以上の検査をしてますから、今は陽性者数が少ないので、その疑い例も少ないというので検査数自体も減ってますけど、多い時は2万件以上検査をした日も1日ありますから、検査能力としては非常に高い検査能力は持っていると思います。その一定の無差別無症状検査をすることでトレンドを見るとか、新規陽性者をキャッチするっていうのはかなりハードルは高いのではないかなと思ってます。といっても880万人いますから大阪府民、その無差別無症状検査で多いといっても1日の新規陽性者それでも1000人ですからね、諸外国と比べると圧倒的に新規陽性者というのは少ないわけで、人口に対しては。なのであまりこう無差別無症状検査で何かをキャッチできるかなといえば、僕はそれは限定的ではないのかなとは思ってます。ただその中でもやっているものとすれば高齢者施設です。高齢者施設については無差別無症状検査でどんどん検査を回してます。でそこでごく稀にですけれども陽性者が見つかっているというケースがありますけど、非常にごく稀です。陽性率も極めて少ない 0.00 何%とか、多分そのぐらいだったと思うんですけど、非常に低い陽性率です。逆にスマホ検査センターで、高齢者スマホ検査センター、これは結構陽性率も高くてですね、一般の陽性率ほどは高くないですけれども、高齢者スマホ検査センターは結構ワークしていると思ってます。飲食店スマホ検査センター始めたばかりですけれども、やっぱりちょっとでも何か少しでも症状ある人が簡単に検査を受けれるというのが重要なんじゃないかなと。何にも症状もない無差別な人を検査しても、そこでなんかキャッチするっていうのは難しいんじゃないかなと思います。ちなみに高齢者施設での定期検査の陽性率はだいたい 0.1% ぐらいと報告聞いてますので、非常にそこで 0.1% ですから、1000人いて1人なので、1000人検査して1人なので、何かそこでキャッチするっていうのはそこまで簡単では、クラスター対策としてはいいと思うんですけど、それで何か行動が自由にできるとか、自分は検査で陰性だったから大丈夫だとか思う方がちょっとリスクあるんじゃないかなとは僕は思いますけどね。ありがとうございます。もう一点すいません、今回仮にまん延防止が延長された場合なんですけれども、特に南におきましては、昨年の夏以降から何らかの要請が1年近くにわたって続いている状況になるかと思うんですが、今後そのあたりの部分で感染状況を踏まえながら、将来的に支援策でありますとか換気策と何かお考えのことがあれば教えてもらえますでしょうか。まずやはりその感染対策をしっかり取っていただいているゴールドステッカーを取得したお店について、できるだけ営業ができるように認めていきたいと思いますし、それからいろんな支援策、応援策というのはしっかりやっていきたいと思ってます。消費喚起の応援策をやっていきたいと思ってます。ただこれ言ってワクチンが広がってこないと、やはりリスクは常に伴うので、ちょっとここはまずワクチンを広げることが重要なのかなと。ある程度広がってくれば、いろんな応援策支援策っていうのは我々としてもどんどんやりたいし、その行く過程においても、今回もそうですけれども、そういった感染対策を取ってくれているゴールドステッカーを取得するようなお店に、このいろんな営業がの制限をなくしていくような形で対応していきたいと思っています。本当にそのご協力があって今なんとか成り立っているわけでもあります。
で、先日維新の会派からも要望は受けました。まん延防止については延長すべきではないかという要望も受けましたが、その時、話をしましたけれども、中央区選出 の、 議員の意見も代表を通じて 聞くと、やはり今なんとかやめ控えたいのが、また大きな波が来てですね、全てこれはもうシャットダウンするような状況になるというのをことの方をやっぱり避けてもらいたいと。今はなんとかお酒も7時8時と、非常に極めて限定的ではあるけれども、やっぱり、ちょっと人でも増えてきて、ある意味ちょっとそこに人も出てるわけですけれども、またこれが感染急拡大になると緊急事態宣言になったり、いろんな人でも大規模商業施設も休業とかいう話になってくると、もうそういう事態にならないように、それになるぐらいだったら今の措置を延長してもらった方がいいという、そういった意見があるというのも聞いてます。さまざま意見がおありだと思いますが、大きな感染急拡大になるっていうのを防ぎたいっていうのは多分共通した意見だろうというふうに思ってますので、そういった点からも今回まん延防止を延長して、そして徐々に解除していく対策を取っていく方が、その徐々にのスピードが遅いのかもしれませんけども、徐々にやっていった方が、で感染の急拡大を防ぐことを目指した方が飲食店にとってもいいんではないかという意見もあったというふうに聞いてますので、我々としてはなんとかその急激な拡大というのはなんとか防ぎたい、そしてその間にワクチンを広げて、徐々に解除していきながら、元の生活、できるだけ元に近い生活に戻れれば、飲食店もともと美味しい店も多いわけですから、食の街なので、必ずそこは人の出が増えてくると、それは多くの方が集まるわけですから、力はあると思いますので、なんとかその感染急拡大を抑えたいと、ワクチンを早く広げたいという思いです。で、将来的にはもちろん先ほど申し上げた通り、支援策というのは特に今ゴールドステッカー取得してくれるような感染対策を徹底してくれる店にしっかりやっていきたいと思っています。最後は協力金についてお聞きしたいんですけれども、仮にまん延防止が延長が決まった場合なんですが、この11日以降の飲食店に対する協力金につきまして、今何か国の方とご協議していることがあれば教えてもらえますでしょうか。これはまさに協議中ですので、まだ基本的対象者の中身も決まってませんから、今協議を継続しているという最中です。ありがとうございました。次の方、そしたらカンテレさん。関西テレビの鈴村です。今回のまん延防止の延長の要請についてなんですけれども、知事としては急拡大を抑えたいということで、その延長することによってどういう状況になってほしいかという期待について伺いたいんですけれども、まん延防止の措置については増加は抑えられるけれども、基本的には減少にはならないということが、これまでもあるかと思うんですけれども、この状況が続けば、延長の期間に続いていけばいいなっていう、知事としての期待を持たれているのか、今の考えを教えていただけますでしょうか。将来予測は本当にこれ難しいです。特にこの感染対策における将来予測は非常に難しくて、株が変わってますので、感染のスピードがちょっともう予測できないというのがもう正直なところです。これは第4波を経験して、改めて思いますけれども、今回のデルタ株というのは従来株の 1.9 倍ぐらいですか、で英国株よりも感染力が強いと言われてますので、この置き換わりが急速に進めば、ひょっとすれば前回 の、 第4波よりは大きな波になるかもしれないし、これもならないかもしれない、これも分かりません。結果振り返ってあの時こうだったじゃないかというのはいくらでも言えるんですけど、今からの予測だったら多分ここの会場にいる皆さんも誰一人として正確な予測はできないだろうと、専門家も予測できないというふうに思います。でその中で、僕自身は今増加のトレンドには入っていると思っているので、増加してくると思います。減る要素の方がやっぱり少ないんだろうと思っています。でもだからといって緊急事態宣言かというと、やっぱりそういうわけにはやっぱり当然いきませんので、そう考えると今日トムの座長の意見にもあっ
ったのが、まあ、僕にも非常にストーンと胸に落ちるんですけれども、まあ、増加のトレンドに入っている、でこれからも増加してくると、ただそれを増加のスピードを遅らせると、急拡大させないと、つまり医療でコントロールできる範囲に収めていくということがやっぱり目指すべき方向性なんだろうというふうに思っています。じゃあそれをどこまで制限をかけたらできるのかということについては、これはだからそこがわからないわけですけれども、今のまん延防止措置 の78時のお願いをして、多くの店舗にお願い協力が実現できて、一人一人の方が感染対策を取っていただければ、急拡大をなんとか防げるんではないかと思ってますし、その防げる努力をやっぱりこの期間しなければならないと思っています。あとはやっぱり評価したいのは、分析評価したいのは、高齢者のワクチン接種が終わったときに重症者がどういう形で出てくるのか、ここはぜひ分析したいと思ってます。新規陽性者数が増えても重症者が増えないということになるのであれば、また状況も新規陽性者の数の社会体制も変わってくると思うので、社会の対応力も変わってくると思うので、でもこれがどのぐらいかはまだ分からないわけですから、だいたいこれが見えてくると思います、7月 の, この期を過ぎれば、ね、なのでそこも分析をしながら、だからそれがまだ未了の今の時点においては、この間に急拡大するのを防ぎたいということです。大阪の場合、まあ、第4波経験しましたけど、2週間あれば1000人に達しますから、それだけの大都市で多くの人が集まるエリアなので、やっぱり警戒しなければならない、この間そういった大きな波を起こさせないというのが非常に重要ではないかと思ってます。ただ一方でそれが起きる環境が整っていると、もうこれは今さっき冒頭から申し上げている通りです。人手にしても何にしても、まあ、非常に環境は整っているという状況だと、なのでもう本当にお一人お一人 の, 感染対策の徹底をお願いしたいというふうに思ってます。今の件でこうデルタ株の話が出たかと思うんですけれども、まあ、会議でもこうデルタ株をこう考慮するときに、その感染拡大の兆候が見られたら、まあ、早期にまあ強い措置が必要ということがまあ話されていたかと思うんですけれども、まあ、先に知事もそのまあ感染のまあ再拡大のまあ兆候トレンドに入っているということがおっしゃっている中で、まあ、飲食店などもまあ一部緩和という状況になると思うんですけれども、そのあたりを行うこの理由について改めて教えていただきたいのと、まあ、先ほど少しこのステージ4の指標などに入ってきたら、まあ、強い措置も考えるという話もあったと思うんですけれども、まあ、それだと少しちょっと遅いのではないかなっていう考え方もできると思うんですけれども、そのあたりについてはどのように考えでしょうか。なので、まあ、社会っていろんな人で成り立っててですね、飲食店の経営する対象とか飲食店の働いている人の立場に立って考えていただけたらと思います。で、まあ、我々例えば公務員はこの時期がこの緊急事態の措置が長引こうが長引かまいがですね、給料が減るということもないという、そういう環境です。でみんなこの環境で判断しては僕はいけないと思ってます。記者の皆さんも感染が増加して、何かこう記者の活動ができなくなって給料が減るという環境でもないんだろうというふうに思ってます。でも飲食店の皆さんって感染が増えて、そのいろんなさまざまな制約があれば、その分売り上げが直接減ってですね、そこは生活とか暮らしに直接反映直接影響が出てきます。まあ、働いてる先ほどの女性の就労の話もしましたけども、そこで雇用調整、助成金はあるんですけども、雇用が失われることだってやっぱりある。雇用を失われた人にとっては生活の収入の道が断たれてしまいます。なので、その営業っていうのは生活や暮らし、命にもつながっている部分があるという中で、知事としては判断しなければならないという思いです。今の感染者の状況っていうのは病床の使用率と日々の感染者数を見れば、まだここはステージ2あるいはその3になるかならないかぐらいの状況なので、まあ普通であればまん延防止というのは解除をして、飲食店の皆さんも夜が9時10時とか8時9時とか、そういったことになるという、他そういうエリアもやっぱこれから大阪以外出てくるとは思いますが、本来そうすべきじゃないかというやっぱり意見もあると思います。これは立場が変わると全然見える景色も違いますので、
我々としてはそっちの見える景色が違う方を想像しながらやると、今の感染状況からしてまん延防止の延長についてはどうしてもご理解をお願いしたいと、7時8時はお願いしたいと。ただ今感染者数がじゃあ緊急事態レベルかものすごく急増かというとそういう状況でもないので、ここはそろりそろりと2人から4人にするということだというふうに思ってます。なのでその立場によって全然違うので何が正解かというのはなんかこれは難しいところなんですけれども、今の感染状況も踏まえて警戒しなければならないのは当然警戒しなければならない、本来であれば解除だと思いますが、ただここについてはやっぱり感染対策を徹底するという意味で延長をお願いしたい、ただ8時7時もお願いしたいと。ただそこの人数については2人から4人とすることで少しでも影響ができるようにして、なんとかそのバランスを見ながらです進めていきたいと、そう思ってます。ありがとうございます。あと1点話が変わりまして、先日 その静岡県での土石流 の件で安否不明者 のお名前個人情報 この公表基準についてが少し議論されているかと思うんですけれども、知事としての、こういう災害時の、安否不明者の公表についてどのように考えられているかというのと、昨年全国の知事会でも少しそれは議論になってたかと思うんですけれども、改めて府としてそういう基準っていうのを作っていく必要性について知事はどう考えられているか教えてください。全国知事会では国で基準を作るべきではないかということで提言をして、一つここは議論論点になっているところです。で、僕自身の考え方としてはやはりこの救助活動に資するという観点からすると、やはり氏名の公表はしていくべきだというふうに思っています。そうすることでまずは救助活動、捜索活動、そういったことをですね、人命救助の活動をするために最も有効な手段というのを重要なポイントと置いて、そういった観点からすると氏名公表というのもやはりやっていくべきではないかというのが私自身の考え方ではあります。ただここはまだ統一見解が出ているわけではないので、しっかり今回の件も含めて国においても大阪府においても、全国知事会においても議論が進むところだというふうに思っています。個人のいろんな情報とかプライバシーとかいろんなものもあるんですが、災害時においてはまずは人命救助というのを一番最優先にして、そこを基軸にした上で、対応を考えていくというふうにした方がいいのではないかと思っています。府として、現状何か基準を作るっていうのはまだ現状考えられてないということですかね。そうですね、今の段階でこの具体的な基準というのを作るわけではありませんが、今回の例も参考にしながらしっかり考えていきたいと思います。そしたら他に日経さん。日経新聞の古田です。マンボウのことなんですけれども、今回延長になった場合、当然基本的対処方針の中で、措置を取られると思うんですけど、東京とか首都圏というのは大阪とはちょっと状況が違って、その中でこう一律に、対策を取っていくということになると思うんですけど、そうじゃなくて、府独自で、4人以下とか、お酒は8時までとかって、そういうことをそのマンボウじゃなくて府独自で要請するということが分かったでしょうか。まん延防止によらずしてっていうことですか。まん防の延長を求めるのではなくて、解除してで、自分の独自の対策として、そういう措置を求めていくと、そういう考えはありますね。もしまん延防止を解除するということで あればこれは他の地域でも行われてますけど、今の7時8時よりやっぱり緩和しないと話の筋は通らないだろうと思っています。で、現実大阪でもまん延防止の地域に指定して、大阪府はまん延防止に指定されているわけですけど、その中で町村部についてはまん延防止の適用除外地域ということで今やっているわけです。全国的にもまん延防止の適用地域というのはそこに適用される市とそうじゃない部分ところがあるんですけど、そうじゃないところについてはやはりまん延防止の基本的対処方針で書かれたことから一定緩和をすると、それはつまり通常は時間だと思います。お酒であれば例えば8時台とか、飲食であれば9時までとか、緩和するためにまん延防止の措置はある意味この解除していくというのが数字だと思うので、まん延防止を解除しながらまん延防止とほぼ
同様のお願いをしても多分そこは協力も得られないだろうというふうには思います。でそれを大阪府だけやってもそれは隣の兵庫県や京都府でもいやそのあるいはその愛知とかいろんな地域でですね8時9時になってるのに大阪だけ、いや7時8時のままでお願いします、まん延防止と同じです、外れましたけど一緒ですって言ってもそれは一切協力得られないと思うので、まあ、そうするんだったらやっぱりまん延防止の延長を要請しなければならないのではないかと考えたということです。でおっしゃる通りちょっと東京首都圏と感染状況が違うので基本的対処方針がどうなるかっていうのが現時点で当然確定しているわけでもありません。なので今僕が申し上げたのは今の基本的対処方針を前提としながら大阪府が考え僕自身が考えることはどうですかというのでお答えをしているので基本的対処方針、まあ、それはその考えを当然伝えてます国には。ただどう基本的対処方針がなるかはおっしゃる通り大阪府のためだけの対処方針では当然ないので延長されたとしても中心になってくるのは首都圏だと思いますから内容はちょっとそこを見ないとそこを見てひょっとしたら今言っているのとちょっと違うことになるかもわからないですが今の現段階としてはそういうふうに考えているというふうに思っています。今大阪府において種類をすべて自粛するつもりはないです。国と調整しているというところですけども、まあ、国から、まあ、東京と同じようにこう種類提供の禁止という措置になればそれはそこに従うということになるのでしょうか。今の感染状況で種類提供禁止してくださいっていうのはもうこれは飲食店の皆さんにもこれは守っていただけないと思います。これだけ協力してこんだけ減らしてくれてるのにいや禁止って言ってもこれはなかなかこれ通らない話になってくると思います。だからそうなってきたらそもそもまん延防止っていうのはもうそれ絶対なんだと言われたら、うん、それ本当に大阪が適用するのかされないのかっていう、まあ、そういう議論にもなってくるなりうるのではないかなとは思います。ただここは今のまん延防止の措置というのがこれあるわけなので、それと同じ措置を基本的には同じ措置対応を取っていく、いくべきだというのが大阪府の考え方としてお伝えしている。もちろん国は首都圏中心に全体を見て考えなきゃいけないのでそれがどう組み込まれるかどうかというのはちょっと今調整中ですけれどもまだそこは結論は出てないというところです。だから僕はやはり今の対策っていうのはやっぱり継続しないと非常にリスクが高いと思ってます。ですか。そしたら、共同通信さん。共同通信の井上です。先ほど のお答えの中で一応確認させていただきたいんですけれどももし国が大阪についてまん延防止を延長しないという判断をされた場合、大阪府としては今と同じ措置ではなく一定もその時間とかは緩和せざるを得ないというお考えでしょうか。まあ非常に難しい仮定の話になるとは思います。まあ僕自身は今時間をこう緩和するっていうのは非常にリスクの高い感染の拡大速度が上がる可能性が極めて高いでまん延防止が解除になって夜が9時になったらそれだけじゃなくていろんなやっぱ人でもさらに増えるでしょうし第4波と同じようになるリスクが極めて高いんではないかなと思っているので進むべき道とすれば少なくとも今のまん延防止の措置はお願いしたいと思ってますからそこは今国にもお願いもしてますし基本的対処方針でそれができるような措置にもお願いしたいというのをやってます。で最終的には国の判断ですよねって言われたらそれはその通りなんですけども今そのまさにお願いしている最中なのでここであまり僕がいろんなことを言うとそこの話自体がこうずれてきても良くないですから今最後はもちろん基本的対処方針に従うということにもなりますしまん延防止適用するかどうかは国の判断になりますけど僕は大阪としてはまん延防止絶対に延長すべきだと思ってるし今の対応を基本的に継続すべきだということは強く国にはお願いをしていきたいと思ってます。ありがとうございます。質問ご予定されている方この際で一度手を挙げてお一人です。そしたら最後にお願いします。Nマガジンの岡田です。
大阪モデルに関して質問なんですけれども、友野座長がこれまでその要請、大阪府がその緊急事態宣言を発令してほしいなど要請を出した、国に対して要請を出してから実際に国がその発令を決定するまでのタイムラグが課題ではないかというふうにおっしゃってたんですけれども、今回大阪モデルを改正されて、その府の要請から発令されるまでのその期間、タイムラグが生じた場合に、府で独自でその赤信号ともして、例えば強い強制力を持った何かその措置にするのかといった、何かその、国に対して要望をされたりとかっていうのはありますか？いや、特に国に対して要望というのはないですが、まあ、大阪モデルと大阪独自の指標として、この危険度を伝えていくということは今回も改めて修正をいたしましたので、これで府民の皆さんに現状とリスクを伝えていくとこういうことはしっかりやっていきたいと思ってます。で、友野先生がおっしゃってるこのまん延防止の措置も緊急事態もやはり最終的には国が判断するというので、国会の手続きを経て基本的対処方針の、修正が加わったりして、結局要請してから発令されるまで1週間ぐらいかかったりする。で、そうしてる間に他のエリアもじゃあこちらも要請しますとかいうのが入ってきてくると、またさらにこうなかなかこう国としてもどうしてもなんていうのかな、その手続きと調整というのにも時間がかかるという、でその時間がかかっている間に感染が増えてくるということはやはりこれはあると思ってます。で、特にまん延防止っていうのが入ってきましたから、新しい制度としてそれがないときは緊急事態宣言がそれ以外かということだったんですけど、まん延防止というのが間に入ってくると中2回みたいになって、今度はまん延防止を要請してから発令されるまで時間がかかり、でまん延防止もこれ発令されてからこの緊急事態に行くまで、どうしても時間がかかってしまうというようなこともやっぱりあるので、そういった観点からするとそのタイムラグをできるだけ抑えていくっていうのは重要だと思ってますし、一度まん延防止重点措置が外れると今度緊急事態宣言の措置に行くのというのもなかなかまたそのタイムが生じると、タイムラグが生じるとあんまり良くないなというのは思ってますが、制度が新しくできたので、そういったことも考えながら僕自身もいろいろ判断していっているわけですが、友野座長がおっしゃるようにそのタイムラグというのは常に意識せよというのは僕もこれからも意識していきたいと思っています。そして大阪モデルを迅速にアラートを発することによってできるだけ早い段階でリスクを府民の皆さんと共有していきたいと、また国への要望といろんなまん延防止にしても緊急事態にしても要請するときはもう速やかに判断をしていきたいというふうに思っています。大阪モデルをこの運用することで判断しやすいような仕組みというのを作っていきたいと思っています。当然よろしゅうございますでしょうか。そしたらこれで定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。一旦マイクを幹事社に返します。すいません、本日なんですが政務のに関する質問はありますでしょうか。内容ですのでこれで終了させていただきます。ありがとうございました。